ミルクサッカーアカデミー箱根駅伝特集でございます。先生、今回は順天堂大学でございます。よろしくお願いします。私、井上真と申します。ノーミルク佐藤です。はい、プロサッカーデータマンの先生がね、駅伝も好きということで、今回のスペシャル特集でございますけれども、順天堂大学こちら出ましたということで、ね、はい、見どころそして面白さについてね、はい、特徴などを教えていただきたいというところなんですが、この先生の作った表でございます。こちら軽く私から説明を、ね、よろしくお願いします。はい、8人8人の下に出てますのがスターティングオーダー。左上から4年生、右下に行くに従って1年生に近づいていきます。うん、この色が分かるでございます。色の半分左側はですね、学年を表しています。上をね、カラースケールご覧ください、はい、そして色の右側は足の性質、いろんな個性が出ておりますと。そして上の予想布陣というところをご覧ください。16人の中から10人のスターティングオーダーすでに出ておりますということで、これはね、当日変わることもあるかもしれない、ね、ということですけれども、これを参考にご覧になってください。先生の説明聞いてくださいということですけれども、はい、詳しくあの箱根駅伝のコースとか、うん、見どころその他概論については上のおすすめという動画をね、ご覧ください。はい、それでは順天堂大学、いよいよね、よろしくお願いします。このシリーズも残すところ、あと順天堂と青山学院です、はい、これを最後に持ってきたというところでございますけど、はい、その辺もね、お話しいただければというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。順天堂大学は何か、はい、その前に、ね、順天堂この一番後ろに持ってきた理由からなんですけど、はい、まあ、青山学院はね、うん、一番なんとなく大鳥だなっていうところが、有名ですね、今ね、うん、そう、あと順天堂はね、はい、そもそも異名があるんですよ。異名、袋の順大。あ、そうなんですか。というのがありまして、はいはいはい、うん、我々のこの21チームを、うん、まあ、オール袋みたいな感じでいくと、はい、まあ最後じゃないですか、この順天堂さん、最後の、だから最後の方に持ってきた、なんか袋の順大っぽいなっていうところがあって、持ってきたというのも、そういうこと。今袋なんですね、我々ね。そうなんです。21個取ってきた19ですから今。そうそう、20か、そう、はい、20なんですよね、ということで、はい、ございます、はい、この魅力とね、当日見て面白いなって思えるようにね、はい、お耳で皆さん楽しんでいただければと思いますけど、はいはい、ちなみにこの順大なんですけど、はい、エースいません。いません、はい、シードなのに。そう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 、あの、なんて言うんだろう、どっか、それこそ他のチームでもありましたけど、うん、トラックに専念とか、はい、怪我だとかそういうことじゃなくて、もう大エースという呼ばれるような存在は今回は不在なんですよ。ほうほうほう。がしかし、だからこそ育ちました、うん、全員が、はあ、総合力、切磋琢磨、総合力で勝ち取ります。なるほど。もう順大はもうずっとね、袋の順大とも言われ続けただけあって、うん、袋にね、しっかりとしたもうタイムを残すメンバーが残っているというのがでかいんですよね。これはなんでなんですか。チームとしての戦術。そうですね、伝統芸と。そうですね、いわゆる先行逃げ切り型のチームもあれば、後から追っかけるようなチームも、はい、もちろんそれはあのマラソン駅伝だけじゃなくて、競馬とかでもまさにそうだと思うし、あとこれはサッカーとか野球とかでも、うん、先に点取るよりかは後で追いかけてこう逆転みたいなチームもあったりするじゃないですか、ね、まあ、そんな感じと考えていただける。面白いですね、それは一つの魅力です ね、はい、でこの順大ですが、うん、1区はまあ原田選手から3年生ですね、はい、始まって、はい、2区に藤曲選手、うん、で3区に2年生の小島選手、4区5区はまた3、はい、4区5区、そして6区まで、うん、3年生3年生3年生と野口真吾清水と、うん、続き、うん、7区に4年生の、小畑選手、8区ひとみ選手、うん、そして9区に鈴木選手、10区に吉岡選手、2年生ということで、はいはい、1年生は今回入ってないというオーダーになります ね、このチームは。このトータルオーダーの中にも1人しか入ってない、これ珍しいパターンですね。珍しいですね、うん、まあ、なんとなく学年別で考えてたら、まあそりゃそうだって話にはなるんですけど、まあそうですね、本来はね。でも駅伝の世界だと結構こう入り混じって4等分ぐらいになってる学校も多かったですよね。そうなんですよ、まあそんなね、順大はまあ上級生を重点的に入れてきたというオーダーになっております、うん、なるほどなるほど。で一人一人見ていくと、はい、1区原田選手なんですが、うん、3年生、はい、ね、右上のデータに入ってます、はい、大牟田高校。いやー、いっぱいこのシリーズの中でもね出てきました、はい、大牟田と長野の佐久長聖はいっぱい出てきましたよね。いや、他にもね、あの静岡の浜松日体だと か、熊本の九州学院、栃木の那須拓洋だとか、はいはいはい、宮城仙台育英、愛知豊川だ、ここら辺がやっぱり有名どころ、市立船橋もね、そう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 、なってきたりするんですが、はいはいはい、特に1区にこの大牟田が集まってるってことは、はい、というのがあるんですよね。一区に大牟田が集まってる。一区にめちゃめちゃ大牟田高校が集まってるんですよ。っていうことはスピードのある選手が多いということ。そうだし、うん、おそらくはあの男ですね、東海大学一番最初に挙げてましたけど、ほうほうほう、鬼塚翔太、あ、王者の代名詞こと、そう、はい、彼がそれこそ
大牟田、大牟田なのか。だからもう鬼塚憧れのプレイスタイルが多いってこと。そうですね。だからもう VS あの大先輩と、いやー、ここの先輩とここで相まみう夢のようですね。そうですね、まあ、そんなことになっています。続いて、今度2区には、まあ、エースはいないと言ったんですが、まあ、キャプテンはいるよということで、はい、藤曲がり選手がそのまま2区に入ることになるんですけども、実は全日本駅伝の5区で区間賞の、歴代の区間賞の記録まであと1秒に迫っているっていう、だからそれ考えるとエースはいないって言っても、はい、確かな実力ちゃんと持ってる方がいるぞ。それがでかいですよね、うん、はいはい、しかもあの今までの過去、例えば1年生の時にとか2年生の時にとかだったら話別ですけど、うん、はい、直近の大会でそれだけの成績を収めてるわけだから、ね、まあこれは期待はできますよね、はいはい。続いて3区には仙台育英出身の小島優作選手が入ってると、うん、はいはい、ここが今もう調子もいいんですが、もう急成長中で、なんで流れもあるからうまく、まあ、1区はもうそれこそね、鬼塚選手と競っていって、はい、2区は藤曲がり選手で確かな記録を残して、うん、その流れで小島選手の今のこの調子の良さを買ってるっていうところはあるんじゃないのかなと思われます、はい。続いて4区、うん、4区には野口選手が入ったんですけど、うん、僕ね9区とかに入ってくるんじゃないかなと思ってたんですよ、もともとこの野口選手、なんでかというと、このねメンタルがね強すぎるんですよ、はい。これですね、インタビューで答えてるんですけど、宝物はと聞かれて、はい、まあ、普通宝物ってこうなんか家族とか、うん、こうチームメイトっていうじゃないですか、ペンダントとかね、言うじゃないですか、ゴルゴールに入ってるなんかね、そう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 、5チャンネル民、5チャンネル民、はい、2チャンネルみたいなこと。そう、あの2チャンネルがちょっといろいろドメインとかいろいろ変わりますけど、5チャンネルと言われたりするんですが、要はネットで繋がったそういう友達ってことですか。か、うん、もしくは、うん、あのこの箱根駅伝って、うん、この5チャンネルっていうところで、はい、めちゃめちゃ掲示板が盛り上がるんですよ。はあ。で、あのいろんな賞を勝手にその5チャンネル的箱根駅伝賞をいろいろ作ってたりするんですが、そうですか、多分見てるんでしょうね。だからそんな感じで盛り上がってる皆さんが大好きだっていう、ちょっと皮肉じゃなくてアイロニカルな感じでこう言ってきたところはあるとは思うんですけど、でもそれだけのことを言ってのけるメンタリティ、はいはいはい、すげえなと思って、ね、だって自分が批評される側になるわけだから、はあはあはあ、そういう意味のメンタルの強さってことね。そうなんですよね。へーへー、彼が4区を走る、なんか今っぽいですね、2020年の大会って感じしますね。しますね。で続いてが5区、うん、マサゴ選手、マサゴ選手、もうモサへの挑戦ですよね、うん。順大にはそのエースがいないからこそ、うん、いわゆる例えばあの山の神になるような選手とかもいたりはしないんですが、はいはいはい、ただもともと山の神という用語が生まれたのは、うん、この順天堂大が発祥なんですよ、はい、そう、あの元々今トヨタ自動車九州にいらっしゃる今井正人さんという方がいらっしゃるんですが、うんうんうん、はい、彼が本当にも彼がもう初代山の神。ああ、そうなんだね。そうで、というか今井正人含め山の神たちが、うんうん、まあ、コース変えちゃったんですよね。要はコース変えちゃった、はい、どういうことですか。あのまず今井正人が早すぎて、はあ、うん、同じようなタイプがこのまま来てしまったらもうその他の区間もう関係ねえじゃんと、5区だけでレースが決まっちゃうじゃねえかっていうぐらいで、はあ、5区だけで差がつきすぎちゃうから、そう、はあはあ、まあ、その後にあの寒冷道門の工事とかもいろいろあったんですけど、本当に変えたぐらいなんですよ。コースを変えるぐらいのことやってのけたのが、山に速いやつがいすぎてもそんなに差がつかないような山に変わったんだ。そう、はあ、すごいね。そうなんです。鈴木大地によってバサロの距離短くなったみたいな感じだね。同じ、そういうこと、同じことだよね。ノルディック複合、日本が強くなったからジャンプのアドバンテージ減ったみたいな。そう、はあ、それそのレベルがいたんですよ。そういうこと。そう、はあはあ、だから順大なのでどうしても比較されてはしまうんですが、うん、まあ、今年の中山の神候補生たちとの、うん、ね、政子選手はまあ戦っていくことになる。神社が不細工すぎて吉本不細工ランキング殿堂入ったみたいな、そういうことです。そういうことですね。まさにそういうことなんですよ、はあはあはあ、まさにね、マンボウ社のことですよ。皆さん知ってますか。ね、そうですね、はい、はい。でそこからここらは政子選手はあとどれだけハッピーターンできるかなんですが、ね、順大の場合はここハッピーターンじゃなくてもいいんですよ、はいはいはい、なぜなら順大は袋の順大だから、うん、はい、だここまででもまあまあまあな成績を残しておけば、もう後ろはもう確かな陣容も揃ってる。なるほど、まあ、ここまでも素晴らしい陣容ですけど、もう元からも俺らは袋だからって言えるところもありますからね、はいはいはい。で6区下りのエース、ここに出てきます、うん、洛南出身の清水壮大選手がこれ入る、まあ、客室的にもぴったりですよね、はい、なんとか入ります、うん、で7区に4年生のもう安定感のある小畑選手がここに入り、うん、はい、で8区には、瞳孝之選手、うん、まあ、これも書かせていただきました。
ましたが、袋の順大を継いでいくものになるんじゃないのかなと。でこれ面白いのは2年生2人がここでポンポンと、3区8区同じ距離同じところに入れ入っているってところもそうですし、はいはい、で瞳選手、そしてあとは後でも話しますけど、10区に吉岡選手が入ってるから2年生組ちょっと期待されてるところがあるんじゃないかなってところですね、はいはい、うん、で9区4年生の鈴木優斗選手が入ったりするんですが、今どうやらなんか人生をいろいろ考えてる時期のようで、ほう、だからこそなんか9区長い距離だからこそなんか走りながらなんかいろいろ思い、いろんなことを考えながら走ってくれたらちょっと面白いなと思いますね。はいはい、まあ袋はね結構あの人が離れて結構孤独と言いますか、うん、その辺のメンタルタフが必要になってくるですね、いうことを伺いました。はい、で10区、うん、最後は吉岡選手なんですが、もともと彼もメンタル強いなと思うのが、うん、もう死亡してるのが2年生の段階で裏のこの9区、うん、はい、そう、ここをもともと志望していたっていうところがあったので、9区俺はやりたいんだって、まあ、直訴した段階で最終的に10区になりましたけど、うん、まあだからそれだけのメンタルありますよね。俺がだから9区で裏のエース区間でこう支えるんだ、勝負の鍵を握るところでしっかり俺は目立ちたいんだと。そうなんですよ、うん、まあ、そんなこと言ったら結局責任感任されるような第10区になったりしたので、そうなんですよ。ここはもうねテレビジョンに抜かれる可能性大ですからね。いい感じでいけば。そうなんですよ。10分20分独り占めにできますからね。そうなんですよ。もっともあるよね。そうなんですよ。でもともとこの10区ってのも先ほどの5区にちょっと近いところがありまして、うん、はいはいはい、10区もねこの順大出身の松瀬源太さんが、うん、記録区間記録持ってるんですよ。だから5区10区それぞれ正子吉岡はあのもう自分たちの身の回りその目の前のというか一緒に走ってるランナーたちも勝負なんですけど、過去の順大記録との勝負ともなっていくわけですね。名門だから OB もたくさんいますし、はい、ね、応援してくれる人もたくさんいるでしょうね。そうなんですね。またはシード取るためだから山だったりその袋期間が重要な感じになってくるんじゃないかなと思います、はいはい、なるほど。あとは残りのメンバー見ていきましょう、うん、まあ、全然出るかもしれないですもんね。そうなんです、はい、特に面白いなと思ってるのが4年生の橋本龍一さん。橋龍、はい、うん、橋本龍一選手はですね、鉢巻きランナーとあら書きましたけど、まあ、やっぱり、まあ、サングラス今年から禁止かなになってると思うんですが、うん、あ、そうなんですね、はい、なんかやっぱ普通にこう走るのが、うん、まあ、基本なんですけど、はい、高校駅伝とかだとね鉢巻きとかあったりするんですが、なんかどうやら教育実習に行かれたと、うん、ああ、はいはいはい、そこで教員を目指してらっしゃるんだ。そうで、その教え子たちにどうやらもらったらしいんですよ。素敵ですね。もうそれが宝物だと、あら、まあ、それを巻いて俺は出るんだ。これは喜びますね、子供たち、ね、そういうことですか。はいはいはい。そして続いて、うん、ちょっとこれも面白かったので書かせていただいたんですけど、はい、高林選手、はい、4年生ですね、全てが謎に包まれた男でした。シークレット、はい、はい、あの例えば、うん、あのこの箱根終わったら何したいのとか、うん、なるほど、宝物はっていうところで、うん、秘密秘密と謎の男だなと思いまして、可愛らしいですね。シークレットと書かせていただきました、浜松日大日体出身ということ以外。そうなんですね。しかもだからプラス、うん、あのスタメンにも名を連ねてないところがあるので、まあ、もうだからこそうわいろんなもの隠してきやがるなこの男と思ってちょっと面白いなと。データが出さないことが一応戦い方なのかもしれない。そうなるほどですね。で同じく4年生の、うん、今度は野田和樹選手、はい、野田和樹選手も、うん、こちらもこちらでちょっと面白い選手になってまして、ボクシングの井上尚弥さんが大好きで、そのやっぱりスタイルに憧れてるってところがあって、なんかどうやらなんとなくいろんなものを似せてきてるのかなって、うん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 、意識の高さが伺える選手なんで共感できるもんがあるんでしょうね、なんかね。そうなんですよ、うん、でそして続いてが3年生になりますね、はい、続いてが沢藤響選手、響選手3年生の選手なんですが、うん、彼がもともと去年の箱根の1区を担当しているんですよ、はい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 、でただその中で21チーム中で19位だったっていうところがあって、はい、もう彼の中ではきっとリベンジしたいだろうなっていうところは思っているんですよ。なるほど、ね、一応今年は、出雲駅伝で全6区間中の6区、うん、そして全日本駅伝では全8区間中の7区と後ろやっていたりするんですが、ただその全日本で実は21位という成績区間内で残してしまったというところがあって、はいはいはい、もしかしたらその調子ペースの維持の仕方っていうところを監督に見られてしまって、あ、まあ、もちろんメンバー入りはできたけど、スタメンには入らなかったっていう可能性は高いのかなと思っていたりします。そして、続いて、はい、右側に連れましょう、右側矢野直樹選手、うん、3年生ですね、はい、彼も、山適正、うん、上り適正の選手だったりするんですけど、はい、ここが比叡山ということで、おー
おお、比叡山高校。そう、うん、なんかちょっとやっぱり山っぽいなって感じでちょっと思っちゃいましたね。確かにね。だそうなってくのかなって本当に思っちゃったぐらいでした。はいはいはい。でラスト、第10区ですね、浜松に行ったやつは西澤優真選手なんですが、はい、もうすでにシーズンベスト1万メートル29分11秒ということで、はい、もうだいぶ早い形、うん、もう10日から表す次期エースとも書かせていただきましたが、はいはい、おそらく将来的にこの順天堂大学を引っ張っていくのは彼になると思うので、うん、もしかしたら4区7区あたりで彼が使われるってケースも出てくるかもしれません、ね、なるほど。ということでございました。わかりました。これやっぱり名選手がいっぱい出てる高校ほど、はい、またすきも重いということはあるでしょうね。そうですね、よりそのたすきの重みを知ってるし、うんうん、先輩たちからもたくさんいろんなことを聞いてると思うので、独特のこのね、あの他にあまり類を見ないような種目だったり独特の大会じゃないですか、はい、やっぱりその経験値の蓄積みたいなのってやっぱ大事になってきますよね。大事なんですよ ね、 ね、やっぱ山だけのコーチがいるって早稲田にね、はい、っていう話も面白かったんですけど、ね、そうなんです。やっぱりそういうなんかいろんなスペシャリティの情報伝統そういうのもこう受け継がれてるんでしょうね。うんだと思うんですよ。あ、面白いな。そういう意味で言うところたくさんですね。はい、はい、伺ってまいりました。ありがとうございました。順天堂大学についてノーミルク佐藤先生に伺ってまいりました。ありがとうございました。我々はミルクサッカーアカデミーということでね、こうラジオ形式で、ね、はい、毎朝ですね、やっております。コーナー織り交ぜてサッカーの情報を、ね、出させていただいております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、ライブ配信はね月曜日の9時からやってますので、そちらもいろんな情報をやってますんで聞いてください、はい、そして、劇場ライブなんかもやってます。詳しくは概要欄ご覧ください。ということでツイッターなんかもやってます。そうですね、ぜひそちらも見てください、はい、全部概要欄に書いてます。はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。井上真央でした。ノーミルク佐藤でした。順天堂大学頑張ってください。頑張ってください。